本田さんに相談です。自分は偏差値44からで、ここから国公立を目指したいのですが、親からその冒険心はいらないなどと言われてしまいます。現実を見るのか、挑戦をしに行くのか、どう思いますか？塗りつぶせ。僕がどう思うかっていう質問に対してのアンサーは、冒険したらかっこいいなって思うってことは答えですね。冒険するのが正しいのか、冒険しないのが正しいのか、もうそれは僕にも分かんないです。てか多分正しいとかっていうのはないと思います。で、誰のために今勉強してんの、誰のために今生きてんのみたいのを真剣に考えた時に、もしそれがお父さんお母さんのために勉強してる、お父さんお母さんのために大学に行くっていうふうに心から思ってるんだったら、そうすればいいと思う。でも別に、いや俺はお母さんのために、お父さんに認められるために、誰かに認められるために大学に行くんじゃないんだ、別の基準があって俺は大学に行くんだっていうふうに思ってるんだったら、そんなもの従う必要ないと思うし、周りの人が無理だとかさ、そんなの無茶だとかね、いやこいつに行けるわけないだろう、うちの学校は偏差値44なんだから、そんな大学行ったやついないよね、うん、じゃあ君も無理だよって言ってくるかもしれない。一般的にはそういう風なイメージがついちゃってるんだとしたら、みんなはそういうビジョンを見てるよ。今僕のこの坊主をあなたがこの画面で見て、あ、本田坊主なんだっていう見てるのと同じですよ。同じ。みんなが見てるのは、あなたがそんな大学に行くのは無理だっていうビジョンを見てる。でも、一人でもっていうか、あなたの中で、おや、俺は冒険して、そのいろんななんやかんやを乗り越えて、自分の行きたい大学に行くんだっていうビジョンが自分が見えてんだったら、それは挑戦した方が楽しいんじゃないかなっていうふうに思うし、その話をじゃあ誰かが聞いた時に、いや僕実は偏差値44の高校に通ってて、で国公立行こうと思ったんだけど、親にね、そんな冒険心いらないって言われてやめたんだっていう話とさ、いや俺今偏差値44ぐらいの大学、あの高校通ってて、で親からね、そんな自分は国公立行きたいんだけれども、親からそんな冒険はいらないんだって言われて、でも挑戦して受かんなかったんだけど、でもあの時俺頑張ったこと今につながってると思うとかね、もしくはいやそれでめちゃくちゃ頑張って受かったんだぜっていう話、どっちが面白いか、どっちがワクワクするか、どっちがおこの人の話聞いてみたいな、こいつと友達になりたいなって思うかみたいな。まあ別に他の人からその話をした時にどういうレスポンスが来るかっていうのは、まあ別に基準じゃないかもしれないけど、うん、そんな風に思うな。俺はね、冒険する人のことかっこいいと思うし、どんな形であっても挑戦したってことにすごい意味があると思うな。でも挑戦するからには、挑戦すること自体に意味があるから、合格しなくてもかっこいいっていう風にするんじゃなくて、やるからにはさ本気でやるみたいな、うん、風にした方がいいと思います。いかがでしょうか。